にちは、カオリッキーでございます。バトルトライブ、3回目ですかね。今回私カオリッキー参戦させていただくわけでございますけれども、一応ここになんかいろいろ書いてあります。まず1個目、出玉勝負です。優勝への戦略を教えてください。聞いたところによるとメインパチスロらしいんですよね。で、私パチンコ、基本的にパチンコライターで、パチスロの引きは結構強いつもりでいたんですけど、今ちょうど収録の休憩中なんですよ。今もう前半終わった時点で2万5000円入っててだいぶね、ちょっとパチスロに対する自信もなくなってきてるんですね。なので、戦略ね、いっぱい負けない、あんまり負けないもちろんプラス収支目指すんだけれども、なんか荒い機種いっちゃうと大負けすることもあるから、あんまり負けないように立ち回る、これでいきます。あんまり負けないように荒い機種はあんまり打たない。はい、続いて強敵となりそうな人は誰ですか。エブリーさん。なんでかって、そんな気がしたからですなんかね、私フェアリン大好きなんですよ。会ったことないんですけど、顔が私すごいタイプで、フェアリンも出るっていうからフェアリンを応援したいところなんですけれども、あんまね引き強そうなイメージないんですよね。で、あれマリカちゃんもいるでしょ。マリカちゃんもあたいの引きを見たかって言ったけど大して引き強くないと思うんですよ、ね、だからなんだかんだね、女性陣はあんまりいけないんじゃないかなっていう感じでのエブリーさん予想でいきたいと思います。強敵となりそうな人はエブリーさん。最近の立ち回りを教えてください。最近はもう花火しか打ってません。今も花火打ってます。楽しくてしょうがないもうね、癒されるんですよ花火が。だから基本的にそのあんまり負けないで立ち回りが花火だから、結構花火メインでいくんじゃないかなっていう気はしてます。最近の立ち回り花火です。ちなみに今日金パル打ったけどダメでした。カエル4連して外しました。クソカエルめ。はい、続いて、今回も優勝予想があります。予想的中視聴者プレゼントあります。攻撃力、守備力、体力を教えてください。体力ないですよね、ババアなんで。もうね駅の上り下りだけでハハしちゃうんで体力はないです、1で。で、守備力は結構あると思うんですよ。私結構守り硬いってよく言われるんで、あんまり何ハーデスバーガーみたいな感じではない。パチンコだったらマックスタイプ結構いくんで攻撃力あるかもしれないんですけど、パチスロメインでいくとどっちかっていうと硬い立ち回りをするので、守備力を4にしてもらって、攻撃力2、なんかよくわかんないな、241、これでいいですかね。はい、行きたいと思います。はい、そして、5月3日祝日 D ステーション花園店来店収録となります。最後に意気込みを、とりあえずね、今の段階ではこの後後半戦の別の収録でいかに立ち回るか回収するかっていうのしか今考えてないんですよ、頭の中がとりあえず、パチスロー花火かな、花火あたりで初戦なんで手堅く行って他の人たちの様子を見たいかなという感じで、皆様応援のほどよろしくお願いしますと言いたいんですが、私にはあんまり投票しないでください。グッズ欲しい方は多分エブリーさんだと思うんで、ぜひエブリーさんに募集してください。応募してください。それでは頑張ります。ドライブチャンネルをご覧の皆さん、どうもお久しぶりです。自称ハイパーおふざけクリエイターでおなじみのエブリーです。さあ今回ですね、なんとバトルトライブサードステージに私エブリーが参戦させていただくということで、プロデューサーから一通のメールが届きました。とりあえずなんかね、福岡にロケしに行く暇がないので、エブさんすいませんけど自撮りで意気込み PR ビデオを撮ってくれとそりゃそうでしょ、このためだけに東京からねスタッフさん来るのはあれでしょうけど、いやいろいろね、あるんですけど、質問を読み上げて面白い感じでお願いしますと。相変わらずこういうことばっかり書いてくんだよね。俺何担当私、エブリはですね、5月3日祝日、D ステーション入間店さんにて、バトルをさせていただくんですけども、
優勝できませんよねって、なんだよこれはい、このメンバーから見て私が一番多分ヘナチョコでしょうけど、優勝できませんよねって、できますかじゃなくて優勝できませんよねって質問できてますよ冗談じゃないよ、冗談じゃないよ。やっぱりあの対戦相手、まあ、男性でもアニカルじゃないアニマル克実大先生、まあね、先生の胸を借りるつもりで、多分ね先生もはあですか、凱旋に行かれることでしょう。私ももう最近はねブレることなく金色のあいつがそこにある限り、もう攻め続けておりますね。凱旋さえ座れて打つことができれば、まあ俺みたいなヘナチョコにでも奇跡は起こるんじゃないのかなと思っております。優勝できませんよねじゃ、優勝しますからね俺。最近だいぶまた上がらなくなってきますからね、四十肩がひどくて、いやそんな問題じゃないですけど、勝ちに行きますよもちろん。さあそして、戦略だから、まあ言った通り、もう僕はもう金色しか打ちませんから。いや、金色しか打てない体になっちゃいました。もう本当に。1年以上ずっと金色ばっかり打ってますんでね。ミリオンゴの神々の凱旋ですけども。これね、ちょうどね、時期的に5月3日といえばゴールデンウィークでしょ？金。ほら。もう俺のために用意されたようなステージ。ね、もうゴールデンウィークにゴールドの台を打つ。そして GOD ゴッドをあれしちゃいますよ。もう戦略とか関係ないです。とりあえずゴッドに凱旋に座れればもう勝ったも同然ですさあそして友になりそうなのは、友達こん中で、いやできることなら皆さんと違う、強敵と書いて友じゃない、強敵そのまま、そのまま強敵、もうそれはもう皆さんですよ。もうね、今多分一番誰よりも勢いのある人たちが集まってるはずですから、皆さんライバルですけども、まあもちろんやっぱりね、ゴッドで対決するんであれば、もうやっぱりアニマル克実先生が、もう最大の、まあライバルって言ったらもう本当にね、おこがましいですけども、アニマル克実先生を超えるような、展開にしていきたいなと思っております。さあそして、優勝者予想、優勝者予想があって、的中者にはプレゼントもあるということで、まあでも多分視聴者の皆さんはエブリィとかも本当眼中にないと思いますよ。まあ好きな人がダークホース穴狙いでエブリィしとくかみたいな方いらっしゃると思いますけど、正解です。私穴です。ダークホースちょっとかき回したいなと思っています。で、それで攻撃力、守備力、体力、これをつけろということなんですけども、もう攻撃力しかないです。攻撃力100。もう攻め倒します。もう凱旋は攻めないとダメですからね。守備力0です。誰か言ってましたね。攻撃は最大のあれなり。もうそれです。攻めてれば守備力なんていりませんから。攻撃力100、守備力0、体力0。まあ、あれはいつもビンビンですけど。なんか言うとりますけれども、まあこんな感じですけどもね、一人でも私エブリィに予想していただける方がいれば、もうその方のために全力で攻撃に徹したいと思います。さあそして、最後にいつものあれお願いします。あれってなんやー、あやろ、冗談じゃないよ。俺はこの5月3日 D ステーション入間店で全力であれしていきますからね。皆さんぜひ遊びに来てあれしちゃってください。一緒に盛り上がりましょう。それではバトルトライブサードステージよろしくお願いします。こんにちは、バツラコレクマガジンのヘリです。いやー、やってきましたね。この日のために運を全部食べてきたという、まあ、トライブチャンネルをご覧の皆さん、そして私の、まあ、今までのトライブチャンネル出てた数々のまあ、映像をご覧になっている方はご存知だと思うんですけど、全部マイナスということで、まあ、今日ですね、まあ、この日が本当にやってきたということで、とりあえずですね、意気込みの方だけささっと言っていきたいと思います。
ということですね、紙があるんです。出玉勝負です、優勝への戦略を教えてください。でも出すだけですね、もう何も戦略ないです。もう今までもうこう食べてきたものを放出する。あの汚れがすごく溜まってると思う。多分見えると思いますよ、皆さん。オーラが多分黒いものが多分見えません。大丈夫ですか、見えてないですか。それを出すだけですね。なんで戦略も何もないです。出すだけ頑張ります。ということで、強敵となりそうな人は誰ですか。いやね、私南まりかさん、エブリーさん、矢部さんにしか会ったことなくって、香りっきさんと、アニカツさんはお会いしたことないんですよ。だから正直なんかこう映像で見てるだけだったんで、今までやっぱ尊敬してるなと思って見ていたので、ちょっとあれなんですけど、わからないんですけど、ただ矢部さんはちょっと近いんですよ。年齢はちょっと離れてるんですけど、パチスロライターになったのがすごく近いので、矢部さんには負けたくない。やっぱりこう同じこう動機としてっていう、まあ、一緒にこう頑張ってるベクトルとして、そこは負けたくないと。で結構引き強っていうか、まあ、ゴッド姉さんって呼ばれてるぐらいなんで、まあ、結構ねカツンといくと思うんで、そこには負けないように、まあ、あとは、まあ、ちょっとかわいそうで勝っていこうかなと思います。やばい、怒られそう。お願いします、怒んないで。これ怒んないで、フェアリンなんで、すいません本当に。ここだけ、ここもまで作ってくださいね、お願いします。次、最近の立ち回り教えてください。あ、最近の立ち回りなんですけど、まあ、パチスロライターになってから若干変わったというか、まあ、楽しむっていう方のパチスロを楽しむ、単純に楽しむっていう方に回ってきているっていうので、昔までは本当に期待値を追ってたりとかしてたんですけど、最近はそういうところをまあ伝えたいっていうところもありまして、まあ、そういうところ、悪いところじゃなくていいところ見ようっていうので結構ガツガツって入れるタイプなんですよ。なので、ただこれ今回バトルじゃないですか。なんでちょっとその初心に戻ったというか、初心に戻れる感じで戦えたらいいなと。なのでちょっとやっぱりいろいろな期待値を調べてみたりとか、まあもうあれですよね、なんならもう 何にもいい台なかったらそこら辺で座ってるとかね、もうそのぐらいしてガチでこうちょっと立ち回っていけたらいいなと思っております。次、今回も優勝者予想があります。予想的中視聴者プレゼントあります。今回も優勝者予想があります。これね、撮影後なんですよ。なんか一風呂浴びて終わったじゃなくて、もう一疲れして今撮っているんで、ちょっとすいません、なんか神々かもしれないんですけど、もう一回言います。今回も優勝者予想があります。予想的中視聴者プレゼントあります。攻撃力、防御力、体力を教えてください。いや、攻撃力、今回多分5つの星で決めることができると思うんですけど、攻撃力5、防御力5、体力1。あのね、なんでか知らないんですけど、まだ私多分最年少23歳なんですけど、体力が全然ダメなんですよ。だからそこら辺に正直、私今カバンの中に、まあ、湿布とあのコリをね良くするの本当にガチで入ってますから、あのそのぐらいちょっと体力は最近、まああれですかね、亜鉛最近飲み始めましたもん。亜鉛いいよって編集の方に言われたんで、まあ、そのぐらいちょっと体力には自信ないんですけど、まあそういう薬いろいろ取ってですね、頑張って、それ以外は、まあ強気で5といきたいと思います。ということで、5月7日土曜日 G ステーション熊谷店、来店収録となります。最後に意気込みを、頑張ります。トライブチャンネルご覧の皆様こんにちは、アニカツでございます。お久しぶりです。なんとなんとバトルトライブ、埼玉編、またしても参戦することになりましたです。イエーイ、お前も喜んで。大丈夫、ちょっとねこの人ねよくフリーズするんですよ、僕のマネージャーなんですけどね。
はい、というわけでね、早速ですが、じゃあ今回のいろいろあれこれね、ちょっと、意気込みという形で、語らせていただきましょうか。まず今回ですね、今まではさだま勝負だったんですけど、今回は完全手玉勝負、要するに見たまんま、もうね、いくらね、さだまが負けてようが、もうとにかく絵的にもうガッツリした出玉が見せられればそれでもう勝ちという感じなんで、まあそういうことに関してはね、まあ割と得意な分野なんで、はい、戦略ですか、それはもうあれしかないじゃないですかね。君の力なんか言ってよ。あ、言わない、なかなか人見知りするんでね。はい、まあやっぱりあれですね、もう信じるものは救われることを信じて、まあ、ガツン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 と赤い扉を閉めてみたいな、金の扉、はい、いろいろやっちゃいたいと思いますよね。頼みますよ本当に。はい、で、今回まあいろんなね、あれやこれやいろんな人が、はい、戦うわけですけども、強敵と書いて友となりそうな人は誰ですか。そうですね、どうなんでしょう、エブリーさん、エブリーさん、ちょっとあの人はある意味ダークホース的なところあるかもしれないですね。まあでかいもん持ってますから、いろんな意味で。あとね、やっぱり真剣勝負で言えばカオリッキーとかやっぱり強そうなイメージありますしね。うん、あとあれだ、矢部ちゃん、矢部ちゃんもね、あの割とごとけ好きなんでしょ。あれだ、あの子も意外になんかちょっと引き強そうだから、まあその辺ですかね。はい、まあでも大丈夫ですよ、見せるときはあの私があの年の方で見せますね。はい、さあ続きまして最近の立ち回りですね。相変わらずです、最近。そうなんですよ、あの花火とかゲッターマウス、お気に入りゲッターマウス、あの、まあ、昔ね20年近く前とかもう毎日のように打ってたんで、まあまあ店全体の雰囲気見て、あ、これ神系もうないなっていう場合はもう早々にゲタマウス行きます。まあスペックがねもう高いんで、防戦高いんで、まあ多少、まあ設定多少違う、まあほぼ多分低いと思うんですけど、ね、跳ねるスペックで、まあ、跳ねるんで、もうその跳ねたところをこうつまんでいくっていう、心を癒しながら、はい、チューチューと、はい、ネズミさんと楽しんでます。はい、そしてですね、なんか今回、参加者のね、何やら基本スペックというか、いろいろレーダーチャートじゃないんですけど、星印で攻撃力、守備力、体力、教えてください。これどうなんでしょうね、攻撃的ですか、僕。やっぱり今の時期、いまだにゴッドし続けてる時点で攻撃的なんですかね、そういう意味ではこうですね。はい、守備力、まあ、守りに入るときもありますよ、さっき言ったようにね、もうあらかたちょっと投手分回収できたなって言ったら、こうちょっと無難な機種にこう行って時間潰ししてみたりとか、まあ2ぐらいですかね、うん、もうやけになって最後の最後まで、もう最後の1枚までもうちょっとお上際が悪いというか、もうせっかくここでちょっと台変われば大やけど済んだのに、結局出した1箱2箱を全部飲ましちゃって、もう膨れつらで帰るみたいな、だとあるで、守備力は2ぐらいですね。体力、これどういう意味でしょうか。正直言って、朝早いのは弱いです。本当にね、ただね、大丈夫です、もうレバーをひたすらぶったたくぐらいの体力といえば腕力、そういうのは全然ありますので、これまあ3としておきましょうか。はい、一応もう体力というか忍耐力ですね、一応忍耐力ありますね、繰り返しますけども、今時のゴッドをこう打ち続けてる時点で忍耐力は相当ありますよ、そういう意味では。はい、という感じですか。はい、そんなわけで、収録はなんと、5月の22日日曜日です。埼玉県 D ステーション坂戸店で、はい、朝から頑張りますのでね。はい、そんな感じで私有賀が今回はどういう戦いを見せるか、皆さんね、君の方からも一言言ってください。本当にね、まあこやつと一緒にこいついろいろちょっとこそこそと裏でこう情報回してくれるんで、本にいろいろ書いてるんですけど、
はい、というわけで、このマネージャーのなんだっけ名前一緒に頑張ります。はい、皆さんよろしくお願いします。頑張りますよ。皆さんこんにちは、南まりかです。さあ、ということで今回もやってきましたバトルトライブ、今回はサードということで、私また出演させていただけることになりました。ありがとうございます。大した結果も残さずまた呼んでもらえて嬉しいなと、もしかしたらすごいいい結果を出すまでは呼んでもらえるんじゃないかなって内心思ってるんですけど、今回は出玉勝負ですということです。優勝への戦略を教えてください。そうですね、優勝への戦略か、これ難しいな。まあとにかくやっぱり投資金額を少なくすることだと思うので、ちょっとそういう部分もこう見据えた機種選択をしつつ、あとはまあオキドキなんかも見ていけたらいいのかななんて思っています。ちょっと大変ですけどね、いい方に出てくれれば嬉しいなと思います。そんな感じでちょっとそこまでは勝負の日までは一生懸命練っていこうかなと思ってます。そして、強敵となりそうな人は誰ですか。そうですね、個人的にはなんかフェアリンちゃん結構出しそうな気がするので、フェアリンちゃんかな。でもなエブリーさんがなゴッドでめっちゃ出すイメージあるんですよね。ない、私一緒にやった時すごい出してたんですよ。ないっすか。なんかねすごい出してたんですよ、その時出ちゃったよみたいなこと言ってたんで、まあでもフェアリンちゃんかなと思います。はい、負けないように頑張りたいと思います。最近の立ち回りを教えてくださいということなんですが、そうですね、最近はもう結局気がついたら花火に座ってることが多いのであとなんかあれですね、花火とサンダーの楽しさを知ったのでちょっと下手なんですけども楽しい、まあ、そういう立ち回り楽しく打とうという立ち回りをしています。あとはなんか本当に置き時を覚えたので結構あの置き時を打ったりはしてますね。そんな感じですかね、ちょっと髪の毛がくっついちゃったそんな感じですかね。なのでちょっとまあ勝負の日まではもう少しお勉強を頑張っていこうかなと思っています。今回も優勝者予想があります。予想的中で視聴者プレゼントがありますということなので、あの前回見た方は分かると思います、前々回見た方も分かると思います、南じゃダメです本当に。でもな、万が一ってことがありますからね、勝っちゃうかもしれませんしね。攻撃力、守備力、体力を教えてください。そうね、これ難しいな。私守備力、そうだな、最近の傾向で言うと、ま、体力は 2.5 のままでいいと思うんですよね。体力は 2.5、 攻撃力がちょっとアップしました、4にしましょう。で、守備力2、どうだ最近の感じ的にはこんな感じかなと思うので、ちょっとですねそれを踏まえた上で皆さん南に投票するのかしないのか決めてください。まあ、大穴狙いでありかもしれませんね。さあ、5月28日土曜日 D ステーション上里店さんで私が、来店収録となっております。最後に意気込みなんですけれども、まあ、今回3回目ということなので今回こそはやっぱ3度目の正直って言いますからね、いいところを見せて、あの値の引きっていうのを見せられたらいいな、最近言ってないんですよ。なので値の引きを見たかって必ず言えるように頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。頑張ります。今回参戦させていただくことになりました矢部明乃です。いやギリギリだったな今。はい、ということで早速質問に答えていきたいと思います。はい、出玉勝負です。優勝への戦略を教えてください。戦略も何もないんですよね。私の場合知ってる方はちょっとわかると思うんですけど、突っ込むタイプなので結構グイグイちゃうタイプなんで、戦略も何ももう自分の腕に任せるしかないって感じですね。応援してもらえるかなこんなこと言って。はい、次いきます。はい、強敵となりそうな人は誰ですか。強敵になりそうな人は正直全員強敵なんですけど、まあこの人に勝ちたいなっていうのはフェアリンですね。はい理由はまあ単純に、まあ、最近ちょっと仲良くなったっていうのもあるんですけど、もうなんかあまりにも宇宙すぎるんでちょっとあそこには勝っていきたいなって思います。はい、次
今回も優勝者予想があります。はい、予想的中視聴者プレゼントありますということで、攻撃力、守備力、体力を教えてください。攻撃力は5ですね。守備力は1です。体力は、まあ、3ですね。はい、もうそちょっと守備力的なものがやっぱ突っ込んでしまうので歯止めが効かなくなるんで、ちょっとそこはもう1とかっていうか0かもしれないですね、もしかしたら。まあでも攻撃力はマックスなので、はい、そこら辺ちょっと見ていただけると助かります。で、次、好きな男性のポイント教えてください。これ関係あるのかな好きな男性のポイント、なんだろうな、あんまないんですよね、好み、こういう人がいいみたいなないんですけど、男らしい人がいいですね。めめしい人はちょっと嫌です。なんか決断力がないとか、そういうちょっと男らしくない人は好きじゃないですね。はい、ということで最後、5月29日日曜日 D ステーション杉戸店来店収録となっております。最後に意気込みはですね、なんですかね、本当どっちかなんですよ。なんかいい感じに終わることよりも、もう本当に死ぬかすっごい勝つかどっちかなんで、まあ、ここはねちょっと大先輩たちいっぱいいるので、目玉出して勝って見せ場作りたいので一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。